こんにちは。ワッショージャパン、アキラでございます。今日はですね、成田国際空港第1ターミナル、ターミナル1のですね、国際線到着ロビーを中心にお届けしたいと思います。見えますね、成田エアポートターミナル1。この場所、このターミナルをすべてね、ざーっと一望のもとに見渡せるこの場所、あんまり知られてません。ここですね、第一駐車場の屋上から撮ってます。ターミナルからどうですかね、歩いて5分ぐらいなんで、まあ、もしよかったらこれ肉眼で見るとすごいね、素敵なターミナルが見れますんで、じゃあ今日も張り切っていきましょう。わっしょい。はい、というわけでですね、第一ターミナル1階の国際線到着ロビーの北ウィングに来ました。これちょっと覚えてもらいたいんですけど、今いる北ウィングがあって、反対側に南ウィングっていうのがあります。で、その間にビジターサービスセンターっていうのがあります。それが1階です。北ウィング、ビジターサービスセンター、南ウィング、今北にいます。で、この建物の全貌っていうのは、1階が今ここにいる1階ですね、これは国際線の到着ロビーです。で、2階3階はあんまり気にしないでくださいあんまり何もありません。で、4階が国際線の出発ロビーです。北ウィングと南ウィング。で、その4階の真ん中は実はショッピング街です。レストラン街、ショッピング街で、5階も真ん中がぴょっと突き抜けてて、そこがレストラン、ショッピング、あとは展望デッキがあります。はい、それはまた後ほどご案内しますけど、まあ、イメージはそういう感じです。この3パターン、北、真ん中、南の3パターンです。で、ちなみに国内線は北、真ん中、南のさらに南に伸びてます。はい、それはちょっと今回触れませんけどっていう感じですかね。それは覚えてもらいたいですね。というわけで早速行きましょう。1階の北ウィングから始まりまして、まずですね、皆様荷物が多いと思いますので、大きいと思いますので、荷物を送りましょう。宿泊先とかに送るサービスがありますので。で、北ウィングを出て左の方に歩いてきますと、手荷物宅配です。はい、で、ここで荷物を預けてホテルとか目的地に送ってくれます。で、サイズとか距離によって価格が違います。はい、まあ、ぜひ便利なサービスなんで、大きいのはこれで送りましょう。その方が楽です。で、手荷物とか今日1日使う分とかは手で持って移動するのがベストです。はい、さあ、そしてはい、でこちらはね、Wi-Fi のレンタル、携帯電話のレンタルができるカウンターがあります。で、あのね、SIM カードの話を後でちょっとしなきゃいけないね。また、ターミナル2の動画でも話しましたけれども、後でまたちょっと SIM カード触れますね。で、今これ北ウィングの到着に戻ってまいりまして、正面にはバスチケットでね、バスの乗車券、はい、売ってます。でも結構その空港から日本中いろんなところにバス、直通バス出てますので、さっきのところに荷物を預けたり発送して、それでバスに乗っていくと、まあ楽に行けます。まあ、正直電車よりもバスの方が楽です、荷物が多いのは、場合にはね。だけど鉄道の旅もやっぱ楽しいじゃないですか。まあ、鉄道のね、出発はこう地下になりますので、それはまた別の動画でご説明します。ちょっと映像映してあげてください。果てしなく美しい日本って出てましたね。嬉しいですね。嬉しいですよ、日本で作ってる映像だから、そりゃそうだよねはい、そしてこれ他のターミナルもそうなんですけど、インフォメーションデスクはハテナっていうマークがついてます。見えますか、ハテナ。あれはインフォメーションデスクです。何か分かんないことがあったらインフォメーションデスクに尋ねてもらえれば、はい、